防具っていうジャンルがまだ日本では全然認知されてないので、その防具の魅力を詰めたこう PV みたいなものを作れたらいいよねって。防具の魅力を詰めたものになるんですけど、その防具っていう一口に言ってもやっぱりいろんなスタイルがあって、で私はその中でも大きく3つぐらい分けた中の2つをやっていまして、でその2つの、スタイルを織り交ぜるのと、あとその防具っていう中にランウェイっていうカテゴリーがあって、それも本当ウォーキングで見せるものなんですけど、そういうランウェイだったりとかそういうのも入れたりとかして、こう防具の中でも踊るものと踊らないものの両方ともこう掛け合わせて作ったものになります。ロケーションとか、あとファッションには結構こだわっていて、でやっぱり、ロケーションはその私たちが愛知県出身っていうこともあって、でその愛知県の中でもやっぱりこう何て言うんですかね、有名な場所とかをチョイスして、名古屋っていうのもちょっとアピールしつつ やってるんですけど、でそこの、名古屋のその、風景の美しさだったりとか、でそこにプラス防具の独特の世界観のやっぱりファッションとかメイクだったりとか、でそういうところもやっぱりこだわって、で雰囲気を、全体的な雰囲気を何て言うんですかね、まるでこう日本で撮ったんじゃないみたいな感じに作りたかったんですけど、そうなんですよ。で、そういうところが名古屋にもあるし、綺麗なところがすごい名古屋にもあるし、でやっぱり防具だからこそファッションにもすごいこだわってて、っていうのもこうダンスだけじゃないっていうのも見せたくて はい、こだわりました。でもやっぱり私たちも私たちで、その映像に対してのそのやっぱりプライドだったりとかもあるので、そうですね、その映像のこの美しさだったりとか、表現の美しさだったりとか、あと防具の美しさだったりとか、こういろいろな美しさが伝わってもらえたらなって思います。なのでこう単純にこう見た時に、あ、綺麗だなとか、こう見てしまう、最後まで見たくなるような、そういう気持ちになっていただけたらなと思います。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。